しっかり。ここはどうしたま？なぜここに？それに流れ物も。おっと、なんでそんなところに？奴らに縛り付けられた。私を日干しにして沼地の一派の動きを吐かせようとしたんだ。一度は拘束を解いて逃げたけど、また捕まってね。頭を殴られて突っ伏したところで気絶さ。なぜここに？カボを探している。この前哨基地にいたと石膏から聞いたのです。ええ、いました。私を襲ったのは彼の分隊。仲間は逃げたけど、私は捕まってカボに縛り付けられたんです。どうしたま、残念ですが彼を探しても無駄です。戻りはしない。分隊はどこに行った？滝の切れ目がどうとか言ってた。そこから捜索を続けましょう。滝の切れ目は南西にあります。私は先に。レッカ、カボーの心はきっと、もういいえ、まだ希望はあります。あの子の道を正してやらねば。わかった、また後で。お前は手当てが必要だろう。大丈夫、少し休んだら樹海に戻るつもり。いいかい赤毛さん、同志様には悪いけど、あの人の孫は裏切り者。確かめてみるよ。後で保管庫から手に入れよう。殺された兵士のタグだ。後で樹海に返しに行こう。